もポルタローです。よろしくお願いします。さあ今日もですね、まずはお嬢さんから皆さんにコメントがあるということなので、どうぞ。こんにちは、お嬢さんですということでございますね。今日も筆談方式でやっていきたいと思います。たくさんのコメントありがとうございます。というわけでですね、この間のね拾い食いの動画、皆さんからむちゃくちゃコメントいただきまして、本当にありがとうございます。あのね、僕もねびっくりしましたよ。皆さんも拾い食いにはむちゃくちゃ悩んでるということでね、まあ実際僕がやってることなんですけども、あのいろんな意見を踏まえた上で、今日はですねお嬢さんが僕の拾い食い対策のためにネットでいいもん見つけたから買ったよということで、なんかそれを実験するみたいなんですけれども、まあお嬢さんが考えてることやから僕は協力したいと思ってるんですけど、まあいい予感はしてません。まあ行ってみましょうか。これですね、何ですかこれは。ちっちゃな箱に入ってますけれども、まあこれ自体を拾い食いしてやろうという考えもあるんですけれども、これはちょっと大きくて無理ですね。ほなお嬢さん、ちょっと開けてもらえます？どういうものなんでしょうか。黄色い、なんかこれは何ですか。ベルトついてて前から見たらこんな感じ。うん、裏側にもちょっと穴が開いてて、はいはい、この後ろをこのベルトで止めるということね。それはわかるんですが、なんか嫌な予感するな。押さえつけられてる気もするし、これを装着いたしまして、あれ、なんじゃこりゃ。え、ようわからんなこれ。似合う？いや、ちょっと一旦外そうか。ちょっと外して。ああ、怖い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 。なんじゃこりゃ。うわ、呪われてるんちゃうか。取れへんぞ。え、うっこいしょ。あーちょ、簡単に取れんのか思ったら全然取れへん。いや、あのねこれ散歩の途中で拾い食いせえへんためにって言ってるけど、僕一歩歩くごとにこういう歩き方になるよ。まともに散歩すらできへん。どうもカルガモ系 YouTuber のポルタローでーす。クエー。いや言うてる場合やないのよ。カルガモ系ってわけわからんやんか。ジャック・ラッセルのおしゃべりカルガモ系 YouTuber でーす。いやなんじゃそりゃ、もうむちゃくちゃやんか。あのね、散歩の途中で拾い食いはできへんかったとしても、こんなんつけて僕散歩に行く気すらしないよ。本末転倒、甚だしいとはこのことやで。ジャック・ラッセルならではの運動量とか何もかもを奪い去ってしまってるよこれは。いいの？これからはもうカルガモとして僕はやっていくっていうこと？ほんでカモがネギしょってやってきた言うて、拾い食いさせへんためにこのカルガモのくちばしつけたのに、自分でしょってやってきたネギ食べてしまった言うて、ほんでこのくちばしはもうあかん言うて、やっぱり外してジャック・ラッセルとしてやっていきましょうということになんのかいな。いや僕今むちゃくちゃ喋ったよ。ほんまに嫌ということやで。ええ加減外してや。あが、もうボイコットする。もう動きませんこの体勢のまま。確かに拾い食いはできませんけれども、ずーっとこの体勢のまま生活することになりました。いやよう見てやこれ、ドラクエに出てくるモンスターみたいやんか。いや今のドラクエのクエは別にそういう意味のクエではないで、カルガモギャグちゃうからね。お嬢さん、これはねちょっと僕には向いてないと思うわ。いやいろいろ考えてくれたのはありがたいんですけれども、これは僕の魅力を何もかも奪い去ってしまうカルガモのくちばしということですよ。まあ僕もいろいろ考えて拾い食い専用に頑張っていくので、お嬢さんも一緒にやっていきましょう。というわけで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。みんなどうもありがとう。お嬢さんとポルタローでございました。どうもありがとうございました。